点。勝手にビール CD ランキング古川誠さん編です。続いては第1位、はい、白米さんの第1位お願いいたします。はい、はい、これです。第1位いきます。じゃん。長い。ただのクラスメートから恋人になるためのたった一つの方法。いや、お恥ずかしながら私これ聞いてないからちょっと説明聞くのが楽しみです。すいませんね、また佐藤拓也さん。これ佐藤拓也さんだ。そうなんです。なんかやっぱり絞って他にもいろいろあったんだけど、はい、やっぱりねこれすごい良かったんですよ。いや、そうなんだ。ちょっと聞こう。いやー、これね、あのいわゆるほらオリジナルのね、あのドラマ CD というかの、はい、でこれも3個くらいかな、確かあのシリーズがなってるやつのこれ1個目のシリーズになるんですよね。でこれ元がこのちょっと長くてごめんなさい、書き得なかったんですけど、はい、これメソッド1の問題児と優等生の場合っていうサブタイトルがね、あのついているわけなんですけれども、はいはいはい、で、これがですね、あの攻めがまた古川さんで、ちょっと私今回全部古川さん攻めにしてしまったんですが、攻め大好き。はいはい。で、これがあの優等生の役があの佐藤拓也さんで、はい、で、攻めが、まああのまあ、ここに問題児ってなってますけれども、はい、まあ、そんなに言うほどものすごい問題児のやばいやつかっていうとそうでもない。あ、そうなんだ。なんていうか、うんと甘い上手な攻めで、で結構元気が良くて明るくてで、まあ、時々ちょっとおバカっぽさが出てくるみたいな感じの、なんかさっきのなんかあの僕のおまわりさんとかからと比べて考えると、はい、なんかもう逆を行くような感じの、あのもう本当にまさにようっていう感じ、いやそれちょっと聞いてみたいかもしれない、うん、の古川さんで、あの受けの佐藤拓也さんの方は、まあ、本当真面目な感じで、あのこのね、あの佐藤拓也さんに対してこうね、受けのその優等生君に対してこう結構絡んでくるんだけど、はい、それをこう突き返すような感じの受けですね。でなのでまあ結構性格としてはこう真逆の2人っていう感じになるんですけれども、まあこの話のね、なんかいいところってもうすごくいっぱいあって、なんか私もね、こう聞きながら何がいいかなってこういろいろメモを取ったんだけども、なんかもうありすぎてこうなんか言うのもなかなか難しいんですけど、はい、なんだろう、その甘え上手な感じも演技としてすごい、なんか古川さん、あ、こんな感じの演技もできるんだっていう、なんか私はなんかすごい大人なイメージがすごい強くて、確かちょっとアダルティーな役が多いかな、うん、そうアダルトなその大人の役とか、それからまあ、あのちょっとなんかあの自分に自信持ってます系のなんか、確かに確かに、あの余裕ありそう、そうそう余裕ある感じのなんかイケメンとか、うんうんうん、なんかそういう系の役がなんか私の中では古川さんなんかうまいなって思っているんですけれども、なんかこれはすごくなんか男子高校生感がものすごい強いというか、そうだからね、なんかそのこう結構やんちゃな感じをうまく演じてらっしゃるかなっていう、でなんかその普段はそのなんかおちゃらけてる感じのなんかキャラなんだけれども、はい、なんかその途中でその受けの妹がちょっといなくなっちゃうっていう、こうどっかにこう幼稚園からいな消えちゃうっていう結構なトラブルが起きて、その時になんかすごい的確に周りの人に指示出して、はい、じゃああのこうクラスのね大会、じゃあ誰かはこういう風なことして、じゃあ君はこういう風なことしてみたいな感じの、うんうんうん、なんかすごいリーダーシップみたいな発揮してるところがめちゃくちゃかっこいいの、本当に、でなんかそういう風にしてなんか受けのこともこう安心させてあげるみたいな、こうやってここで受けは恋に落ちるんだなみたいな感じで、なんかな、すごいストンと腑に落ちるというか、あ、なんかよくなんか BL とか読んでると、いや言うてここで恋に落ちるとかってないでしょみたいに、なんか突っ込みたくなることがあるんだけど、それがマジでない。そうなんか本当に、あ、人が恋に落ちる瞬間ってこういう風なところを見て好きになるんだろうなっていうのが、それをねすごく上手に演じてらっしゃる。でもわかります、なんか古川さんって決めセリフめっちゃ上手くないですか。いや、そうなんですよ。結構ここは決めるぞみたいなとこめっちゃ上手い、うん、だからなんか普段はちょっと明るい感じで喋ってるんだけど、なんかちょっと確信につくところでちょっと声が低くなるんですよ。それがなんかうわーすごい古川くんってなんか思っちゃうみたいな。すごい、すごい語彙力、そう語彙力がそう。いや、なんかよくわかんないけど、あ、今声低くなったら、こうやって本気になるときにちょっとだけ声を低くする、うん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 、で、あの声の雰囲気は変えない、いきなりなんかすごいなんかこわもて声とかになるんじゃなくって、そのキャラの良さを生かしながらふっと声が低くなる瞬間が、うんうんうん、この CD になんかめちゃくちゃたくさんあるんですよね。っていうのが、いいなんかそれがねすごいなんかたまらなくこのうまいなっていう風になんか思うし、逆にすごいずるいっていう、あ、そういうところだよ、ずるいのっていう風に、そういうとこだよ、そう
っていう風なそのずるさを見せつけながらなんかちょっといい感じの雰囲気になってでなんか受けにこうちょっとやめなよみたいなことを言われた時になんかこう待ち切れされた時にごめんなさいみたいな感じで謝るようななんか可愛さもあるみたいな。なるほどね。そういう感じ。そうなんかかっこいいところもあるしすいませんすいませんすいませんみたいな感じのなんかコミカルなところもあるんだけどその直後にふっとまた少し声が低くなったりとか。いや絶対好きだわそれするっていうのがなんかでそのなんかちょっとおバカっぽさもありつつなんかうーん突然なんかオスっぽさも出してくるみたいなっていうのが、もうさすが古川さんだなっていう。いやちょっとそれ絶対好きですね、うん、いや絶対好きだと思う絶対好きだわ。でなんかしかもなんかちょっとその初エッチの時もなんかずっとこの受けがケイっていう風に受けのこと言うんだけど、はい、なんかずっと攻めはケイちゃんケイちゃんっていう風に呼んでるんだけどケイちゃんケイちゃんって言いながらいきなりケイっていう風に突然言うのなんかあみたいな名前呼びづらいよね。そうだからずっとこっちもケイちゃんって呼んでるんだなって思ってなんかふみいいねいいねって思ってるといきなりケイって言うからちょっと待ていいみたいなそこで呼ぶんかみたいな。いや本当でもねあの名前呼ぶシーンって結構古川さんやること多いなって気がするんですけど、うんうん、でやばいですよね爪声使ってくるからいや本当にずるいずるいって感じ。そうだからねこれはねなんか可愛い部分もあるしなんかワンコっぽさもあるしかっこいいところもあるし急になんか色っぽくもなるみたいな。なるほど。いや聞こう。これは絶対聞いた方がいい。本当に聞いた方が絶対好きだわ。そういいと思います。これは聞きます、うん、とりあえずいきますね。こちら第アンリが女性第1位はこちらでーす。イエーイ、はい、来たー。私も大好き。であのね私が今とろける私が今白米さんのあのそのね紹介した CD が絶対好きだわって言ったのは、うん、やっぱこれもね、うん、年下イケメンワンコなんですよ、うん、でこれがもう本当にこの鶴川さんのボイスがね疲れた心に染み入るんです、うん、本当に。なんかこれ年上攻めでおきつさんがあ違う年上受けでおきつさんが受けで、うん、古川さんが年下攻め、うんうん、で俳優さんなんですけどこのね年下受けが結構仕事で疲れてる時とかに今年下攻めの古川さんの役の人がポンって現れて、うん、なんか背中を押してくれる優しい一言みたいなの言うんですよ、うんうん、それで私はもう ありがとうみたいな私も頑張れる、私も頑張れる、私頑張るねみたいな確かに感じになれるんですよ。だから本当にこれかなりリピしてる作品で、うん、私はお気に入り作品なのでちょっと入れさせていただきました。で、これ高崎ボスコ先生が原作で私原作もすごい大好きな作品だったのであの BLCD 化するっていうのでもうキャスト誰みたいな、うん、誰だろうってなってもう出た瞬間に私はこれもう名作だと確信しましたね、うん、もうだっておきつさんだもんね。そうおきつさんがもうまずでぴったりじゃないですか、うん、それに古川さんがっていうのがもうね確かに絶対これはいい CD になるなっていう風なもうあれがあってちょっともう選ばざるを得なかったですね。でこれはあの今言った通り年下受けの方がまあデザイン会社広告会社みたいなのを持っていて社長業みたいなのをしていて、うん、その絵がその CM をすることになってこのあでも最初あれから出会うのか。そうでも CM することになってこの俳優さん、うんうん古川さん演じる俳優さんの、CM を撮ることになるんですけど実はその前に会ってるんですよね。道端で、受けの方がこう酔っ払っているところにこう攻めが通りかかってあれちょっとタイプだぞみたいな感じになってそこで出会うっていうのがあったんですけどそれからちょっとなんかキスみたいなことをしてしまい、うん、再会するっていうような流れになるんですけど、うん、冒頭の酔っ払いシーンめっちゃ可愛いですよ似合ってねえんだよみたいななんかリクくんっていう雨宮リクっていう名前の俳優なんですけどお前その髪型雨宮リクみたいな真似してるけど全然似合ってねえんだよみたいなことを言うんですよ。酔っ払ってロレツが回ってないおきつさんがめちゃくちゃ可愛いそうそうそうれてそれでなんか古川さんの役はなんか、うん、面白いやつみたいな、ね面白いでその多分似合ってねえんだよっていうのも実は結構このリック君は結構無理して今の俳優の仕事をやっていて、うん、それをなんか見抜かれた、うん、みたいな感じがしたんだと思うんですよね多分。それで多分ちょっとドキみたいな感じになってちょっと気になり始めたみたいな部分があるんじゃないかなって思うんですよ。でこの私がこの CD ですごい好きなのはもうさっきも言ってたんですけどこれりょうくんっていう、あめっちゃいいんだよ本当に。受けの名前がりょう、そう、りょうって言うんですけど、りょうくんって呼ぶんですよ、うん、ここのというところでウィスパーボイスみたいなボイスでもりょうくんってなって、うん、
そこが本当にね、私はね何回も聞いちゃう本当に。でなんかやっぱり励ましてくれるシーンとか、うん、あの疲れてアパートの向こうで落ち込んで帰ってきたら、うん、その玄関前にりくくんがいて、うん、お疲れ様みたいな、うん、もう可愛いってなる、うん、これ励まされるわっていう感じの内容になってて、で結構このりくさんの方はもう一個なんだっけな、これがスピンオフなんですよ一応。たどる指っていう方に出ているキャラがその元彼として受けの元彼として出てるんですよね、うん、でそのキャラが新垣さんが確かやってるのかな。で新垣さんがやってるキャラが元彼として出てきた時のこうリク君のなんか嫉妬具合みたいなのも超可愛いし、うんうん、そのやっぱねこれはねちょっとベッドシーンとかもかなり私はもう聞いてほしいなっていう、ちょっと相性良くないみたいな感じのシーンなので、ぜひ聞いていただきたいな。これはあれですよね、おきちさんが出ている作品とかの中でも結構エロ度が高いものになりますよね。結構2人の出会いが結構エロ始まりみたいな感じなんですよ、うん、新しいものエロ始まりみたいな感じだから。でそのりくくんの方ってなんか結構多分ね、もともと遊んでたのか知らないんですけど、うん、結構なんか体は欲しい、うん、でそのりょうくんのこと大好きだけど、自分が恋愛としてりょうくんと付き合うっていうことをあんまり自覚してないというか、うんうん、で初めてりょうくんにお前付き合ってどういうことが分かってんのかみたいなこと言われて、うん、あっみたいななっちゃうっていう、ちょっとそういうなんかお子様なところもあるんですけど、うん、かそういうところもね古川さんがね本当にねなんかねそういう子供なところもあるんだよねっていうのをちゃんと演じてるというか、うん、もうさっき、そうさっきの役ともちょっと似てるけど、うん、その、まあ、大人っぽい余裕な役の印象がある古川さんが演じる、うん、なんかこうちょっと年下わんこ余裕ないみたいなところとかもちょっと聞きどころかなと思います、うん、ただこの作品は結構ねここぞというとこは結構こいつ闇を抱えてるぞみたいなところをちょんちょんって出してくるので、確かにね、なんかその辺も聞きどころかのかなって思います、ね、これはほら原作が続編出たじゃないですか、はい、モアメルティですよ。そう、モアメルティ内容がめちゃめちゃ良かった。めちゃくちゃいいから、本当に、もう CD も続編もモアメルティしてほしい。本当に。モアメルティしてほしい。してほしい、本当に。はい、感じで、皆さんもぜひ、古川さんの CD、ぜひ、たくさん聞いていただいて、はい、これからもたくさん出ていただければな、と思っております。はい